皆さんこんにちは、デニス・ソウルです。このチャンネルでは選手または個人にフォーカスを当てて歴史やエピソードについてご紹介していきたいと思います。今回はテニス選手のプレースタイルについて解説していきます。今回ご紹介する選手はデニス・シャポバロフ。ちなみに個人的に一番好きな選手です。シャポバロフは身長185センチ、体重75キロという恵まれた体格、端正なルックスと22歳という若さから将来有望な選手です。テニスを始めたのは5歳からで、旧ソ連の代表チームで活躍した経験もある元プロテニスプレイヤーだった母親の英才教育を受けます。ジュニア時代には同胞のオジェアリ・アシムと組んで全米ジュニアのダブルス優勝、ウィンブルドンジュニアはシングルス優勝という華々しい功績を挙げています。翌年にはプロ転向し、 ATP1000 モントリオールにワイルドカードで出場するとナダルを破るという大金星を挙げ、一気に注目を集める選手となりました。その後順調にランキングを伸ばし、2022年2月現在12位につけています。シャポバロフのプレイスタイルはダイナミックなフォームから繰り出されるハードヒットが武器のアグレッシブベースライナーです。左利きで片手バックハンドから繰り出される高い打点のジャックナイフをご存知の方も多いのではないでしょうか。フットワークも軽快です。サイドに走らせてからのランニングショットでダウンザラインにエースを取れる強みもあります。この動画ではそんな彼がどのような戦術でポイントを重ねているのか考察していきます。シャポバロフのテニスは攻めてポイントを取る、このことに集約されています。まずシャポバロフの武器の一つであるサーブについて、シャポバロフのファーストサーブはセンターかワイドに打ち分け、球種はスライスが多いです。ボディへの配球は少ない印象。またファーストサーブでのポイント獲得率が 70% を超えており、 ATP プレイヤーの平均 59% を大いに超えています。サービスゲームではサーブでポイントを取れなかった場合、リターナーの返球をフォアに回り込むか、ジャックナイフでオープンコートに打ち込みます。俗に言う3球目攻撃です。3球目攻撃でジャックナイフを使うのはシャポバロフの特有の攻めです。シャポバロフの代名詞であるこの片手バックハンドから繰り出すジャックナイフは、ジャンプしながら空中で体勢を維持しつつ、片手バックハンドで正確にボールを打ち抜くことができます。ちなみにシャポバロフといえば片手バックハンドのイメージが強いかと思いますが、彼のフォアハンドも一級品です。シャポバロフのフォアハンドは器用に体を使いコースを振り分け、なおかつパワーもあります。ベースがコントロールな選手なだけに安定感もあり、トップ選手なのが納得なフォアハンドです。また彼のフォアハンドでのポイント獲得率は 70%、これは先ほどの片手バック同様、3球目攻撃でのポイント獲得の影響が大きいでしょう。リターンゲームでも攻撃的なのですが、リターンは堅実にセンターに返球します。フォアのスライスでブロックリターンをすることも多いです。そして次のショットをオープンコートにエースを狙いに行くというリターンゲームでも3球目攻撃が多いです。相手のサーブで崩されて主導権を取られているラリー戦になった場合、バックのスライスを混ぜてリカバリーしに行くか、オープンコートに打ち込まれた場合はダウンザラインに一か八かのエースを狙いに行くことも多いです。主導権を取っているラリー戦になったら、高いボースはベースラインからオープンコートに打ち込みます。また低く浅いボールはオープンコートにアプローチしてネットに詰めます。ボレーはローボレーだと前に落とし、ハイボレーだとオープンコートに打ちます。いずれもワンショットで決めに行きます。しかし一方でシャポバロフのボレーのポイント獲得率は ATP プレイヤーの平均より低いのが現状で、特にバックハンドボレーでのミスが目立ちます。そのため今後ボレーの精度を上げることが重要なポイントの一つとなりそうです。フォアハンドとサーブでシャポバロフはすでにトップに到達するための主要な武器を持っています。今後数年間で彼はボレー、バックハンド、リターンを自然に改善すれば、さらなる飛躍につながると個人的には思います。攻撃的にプレーすることで彼は数年以内にフェデラーに取って代わるかもしれません。個人的に好きな選手なので、今後の成長に期待したいです。
ここまで見ていただき本当にありがとうございます。いかがでしたでしょうか。シャポバロフは今回紹介したように超攻撃的なテニスをする選手です。これは幼少期からフェデラーのファンだったことが強く影響していると思われます。順調にランキングを上げて12位につけていますが、このままフェデラーのようにランキング1位になれるのか、はたまたジョコビッチをはじめとする上位陣に阻まれるのか、今後のシャポバロフに目が離せないです。今後もこのような動画を上げていきますので、この動画が良かったらチャンネル登録お願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。